ぽっちゃん。今日はですね、このパソコンの裏側ですね、ここにこのような、ワイヤーネットをこの面にもつけてですね、ここに電源周り、そしてハードディスクですね、今こんな状態になっちゃっているのを、きれいに収納して、まずは停電から逃れるための、USB、UPS だったかな、を Amazon で発注しました。どういうことかというと、まあ簡単に言うとバッテリーですね。充電用バッテリーをこの電源の前にかませて、停電した、停電っていうかブレーカーがやたら落ちるので、ブレーカーが落ちた時に、十何分か持つんだったかな、ということになります。ブレーカー、新しい今のタイプのブレーカーは10秒間停止した後自動的にまた、電源が供給されるというふうに今なっていますので、実は今日も朝特にね何もしていなかったんですが、やはりエアコンとまあ、朝食のためのトースターですかねをつけていたら落ちました。なので、少なくともこのコンピューターですね、このコンピューターが、電源停止しないようにということで、さらにはこの後ろでね、美しく、こういうものってあんまり美しくないので、美しく収納できるようにします。そういう風にしていると、ジャン君とポンちゃんはなぜかこの辺をうろうろするものですね。はい、じゃあこれから作業しますよ。ジャン君ちょっとそこを見てくださいね。そこはちょっと危なくなりますけど、いいですか。結構頑張って作業をしていますが、なんだこれは。そうね、美しくはならないね、こういう状態です。ただ、これのもう一つの、目標というのがあって、この裏にですね、ハードディスク、これですね、この人たちがこう立っていたりした時にこの上を、ジャン君ポンちゃんが通って将棋倒しをしました、カフェにね、そこからは逃れられるかな。この上に乗ろうとしたらもうちょっとアウトですけど、今はこれ1個につき2個乗せています。これもちょっと熱を持つので、できたら1個に1個にして、なんかこうくくりつけるとか考えます。なんかね、ネットで見たことあるんですよ、こういうことをしている人のね。で、今真似てやっています。ここも今開いたので、なんかつけられるかな。頑張ります。